楽しいなと思ったの。上でおむすび食べたの美味しかったの。あと山登り、そこないの。やっぱ一番ご飯が一番好きだったな。いやでもみんな感激してたよ、やっぱりご飯の日はよっしゃ米飯給食だっつってたもん。え、牛乳は3かな。あ、それは一緒なんだ。うん、氷河、あ、ないの簡単のも自分とか作るもん。献立はあるよ。献立あるでしょ。で、献立もだから他の小学校中学校も同じようなもん食べてるから、でもうちは今これですみたいな。他の小学校が何食べてるかは分かるの。え、だから言ってんじゃん、給食センターが作ってんだよ、うちは大きくいっぱいのやつ作ってる。なんでそれさ、他人の芝生見ようとするのさ。見ようとするって、そういう管理下のもとで管理されてるんだよ。だからいや、あんたんとこのがいいんじゃん。自分たちのものを自給自足なわけでしょ。Thank you.
中どこが工事どこがもみじが赤いって。ただ風吹いてなきゃもうちょっと頂上とかに滞在できて、見晴らしのとことかも。ちょっと寒くて風が。だって服はこれちょうど暑いだろうなと思ったぐらい持ってきたはずなのにちょうどよかったよ私。だってすごい疲れてると風邪ひかない？あ、違う、すごい風邪ひかないというより熱が出ない。見てこれチーズってさ、こっちのブロッコリーとかと一緒だ。賢い。先に行った黒城山っていう方の駒ヶ岳よりちょびっと高いんで、初めの方が赤城山と言われてるパターン。